どうも皆さん、こんにちは。レニハンです。今日は MW2 トツスナ解説 LAB330 編ということで、この解説を見る前に概要欄に貼ってあるトツスナ解説 SPX 編を見ていただけたらより分かりやすいので、ぜひ見てきてからこの動画をご覧くださいませ。ではやっていきましょう。今回の LAB330 のカスタムはこんな感じです。一時停止推奨だぜ。トツスナで大事な2大要素、皆さん覚えてるでしょうか。まあ、3回目だから覚えてるかもね。エイム速度と再装填速度になりますね。まずはエイム速度から検証動画とともに見ていきましょう。左から2番目が LAB です。エイム速度は 0.27 秒でスナイパーの中では2番目の速さになっております。トツスナ最強の SPX の 0.25 秒と比べると 0.02 秒遅いですけど、全然気にならないです。むしろ一緒です。体感ほんと一緒です。私も検証動画を作るまではエイム速度は一緒だと思ってました。続いては再装填速度になります。こちらも動画とともに見ていきましょう。再装填速度は 1.07 秒で3番目の速さになっています。こちらも SPX と比べると 0.01 秒遅いですけど、ほぼ一緒です。じゃあ SPX とどう差別化したらええねんってことなんですけど、私には分かりません。ほぼ一緒です。エイム速度がわずかに遅いだけです。ほっとわずかです。使ってみた感想は SPX とマジで変わんないです。あくまで私個人の感想なので参考程度に聞いてください。ここが違うよなどございましたら、ぜひコメント欄で僕に教えてくれると非常に嬉しいです。まとめますと、エイム速度は SPX より 0.02 秒遅い、再装填速度は SPX より 0.01 秒遅い、レニハン調べということで、 SPX、LAB どちらもトツスナはめちゃめちゃ強いので、ぜひ皆さん使ってみてください。概要欄に実際に LAB330 でトツスナした実況動画を載せておくので、ぜひ見てください。ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回はシグナル50編でお会いしましょう。バイバイセコ。